そしてもう一つ、これですね。今度はバスドラムであったところをスネアに変形する。こんな感じです。ね、ワン、ツー、スリー、フォー。こんな形ですね。じゃあこれを入れてちょっと練習してみましょう。まずね、でもこれがねできないとちょっと大変ですよね。これの練習方法はね、後でね、同じなんでちょっとやってみますね。後でちょっとやってみます。とりあえずはこっちやってみましょうね。これですね。よいしょ。じゃあまたサビ、今度がサビからいきましょうか。まあサビ前までやりましょうかね。じゃあ同じでいきましょう。これもランダムで入れていくっていうだけです。ダブルストロークも入れてきます。サビマイナーでやりました。こんな感じですね。で、左手何も使ってないですよね。ね。なので、右手とバスドラムだけなので、集中してやってみてください。あと一番最後は、右手を休んだり、あるいはバスドラムを休んだりと。ね。一番代表的な、フレーズがちょっと書いてありますんで、こんな感じですね。ね。こんな感じ。はい。1日目、9日目はここまででして、これがね、そんなすぐすぐできないよっていう人は、ね、これから今から撮ってきますけど、ね、どうやって練習するか。これもね、前回のね、8日目のやつとね、ほとんど似てるんで、ね、そんなに、やり方も一緒ですね。譜面も一緒でしょ？ほら、ね、ほとんど一緒ですね。じゃあ、こっちの方をちょっとやっていきたいと思います。さてさて、このフレーズですけど、まずはタッと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 ね、左足をキープしながら、まずは半分こんな感じですね。これはシンバルレガートで、こんな感じでシンバルレガートで1、3拍目の裏を入れる練習をしてみるといいかと思います。同じバスドラムのタイミングですね。なのでそれでいいかと思います。で、もう一個反対、今度は2、4の裏ですね。1、2、3、4こういう感じです。1、2、3、4、1、2、4ね、こんな感じです。で、これですね。ワン、ツー、スリー、フォー、タッとタッとタッ、うん、タッとタッとタッ、うん、タッとタッとタッ、うん。ね、こんな感じです。下の3段目ね。ワン、ツー、スリー、フォーね、こんな感じです。そしたら前回と同じく一小節やって一小節休む。ワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、フォー、2、3、4 2、3、4ですね。これタッと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 っていう風に捉えるよりも、もうこの辺来たら多分タ、ドタ、ドタ、ドタ、
みたいな感じね。で、捉える方がやりやすいかと思います。ね。で、これですけど、これができたら、シンバルレガートでバスドラムをね、裏でキープするのもできると思います。ね、これができるようになってれば、これもね、キープするのもそんなに難しくないと思います。ね。なので、これで練習してみてください。で、裏側にバスドラムを入れる練習、ちょっとね、他の感じもね、ちょっと紹介していきたいと思います。一番最初の、1日目にね、やったね、3連符ですけど、2日目だったかな。ね、こういうのをやりました。ね、左足をキープして、3連符の裏側をハイタムフロアに移動させる。手順は、シングルストロークを右左、オルタネートですね。ね、こういうのやりました。ここの移動させるところにバスドラムを一緒に入れてきます。きつかったら、隣に書いてある半分のやつ、こういうのやって、次はこれ手順というか覚え方はこれと同じですよね。ね、そうやってってバスドラムを裏に入れる練習いろいろやってみてください。ね、こんな感じです。で、ね、そうするとこれだけでソロが取れるようになると思います。この星印を意識して、まあ、これはね、別にそんなに意識しなくていいんですよ。そうするとね、ワンコーラス、これだけでまたソロができます。ね。まあどういうのかちょっとやってみますね。ちょっとテンポも速くしましょうか。120。ね。曲はサテンドール。左手使わないですから。こんな感じですね。はい、こんな感じで、ランダムにこの4種類を入れてって、で、右手だけでいろんなところを叩いてあげる。ね。こんな風に、あと練習してみてください。で、この続きなんですけど、この続きはね、もうゴールデンウィークこれで終わってると思うんですね。なので土日にあげたいと思います。あとね、1回か2回ぐらいやればね、全部これで終わると思います。ね。今日は9日目、10日目というものをやってみました。はい、ゴールデンウィーク中にね、ダブルストロークなんかね、結構できるようになってきてると思います。ね、こんな感じでやってみてください。じゃあ、土日にね、またあげます。はい、ありがとうございました。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど、説明欄の方にリンク貼っときます。あと、もしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。